はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソングリマスター版、やっていきたいと思います。で、多分そろそろコンスタンツ誘拐が出てそうな感じなんで、ちょっと覗きに行きましょう。ここ3倍でいいや。突っ走れ、はいえラファエルがいなければいいんだよね。ガチャいない。よく来てくれた。ラファエルには会ったかね。いや、まだ会ってない。あれはミルザブールの地下牢に入れられている。ラファエルは何をしたんだ。ラファエルはミルザブールの城外で倒れているのを発見された。あれの話ではコンスタンツと話し込んでいるところを襲われたらしい。コンスタンツと会っていたのは罪なのか。それは問題ではない。あれの傷の受け方だ。背中に傷を受けていた。騎士は敵に背を向けて逃げてはならないのだ。不名誉の罪は死罪に値する。背中に傷を受けてもラファエルが逃げた証拠にはならないだろう。証明する者がいない。目撃者だったコンスタンツはさらわれてしまったのだ。コンスタンツがさらわれたのか。犯人はコンスタンツを引き渡す代わりにディスティニーストーンを渡せと要求してきた。それはできない。ディスティニーストーン、あのおとぎ話ね。ディスティニーストーンはおとぎ話ではない。現実に存在し本当の力を秘めている。詳しい話はバイゼルハイムのフラーマに尋ねるといい。で、バイゼルハイム行けるようになりました。コンスタンツ誘拐で、そっから、バイゼルハイム行って早いこれも早いな。ショップに何が売ってるかもう一覧で見れるからね。あ、義勇軍に話してねえや。ちょっと待って待って、早すぎてちょっと触れられん。宝箱は取れないんで、まだ。フラーマちゃん、フラーマちゃんも仲間になるんだよね。ようこそバイゼルハイムへ。私はフラーマ。何のご用かしら。コンスタンツ。私が調べたところでは、コンスタンツはこの町の南の洞窟に連れ去られたようです。コンスタンツの場所が明らかになった。それが分かっていて、なぜ助けに行かない。私はあなたが来るのを待っていたのです。どういうことだ。あなたはサルーインの復活を阻止する定めを追っています。そのためにもっと力をつけ、もっと人々の信頼を勝ち取らなければなりません。今はコンスタンツの話をしている。サルーインは関係ないだろう。最近世界中で起こっている様々な事件、それはすべてサルーインの手先が起こしているのです。今度の事件もそうです。あなたは知らず知らずのうちに運命に従っているのです。なるほどなるほど。コンスタンツを救うことが騎士団を救うことになり、世界を救うことにつながるというわけか。そうです。私はここでディスティニーストーン火のルビーを守らねばなりません。この塔の中のものは自由に使って構いません。一刻も早くコンスタンツを救い出して。更新されました。あ、そう、宿屋寝たらオールの呼び声が来たんだよね。コンスタンツ誘拐。ラファエルの無実を証明できる目撃者コンスタンツがさらわれた。犯人は交換条件にディスティニーストーンを要求している。バイゼルハイムにいるフラーマが何か知っている。コンスタンツは町の南の洞窟にいる。宝箱は回収していこう。3つだったよね、全部で。開けて、炎のロッド、スカーレットローブ。スカーレットローブはアイシャに装備させよう。で、ちょっと待って、もう一つあった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 。で、明治スタッフ、さよなら。こいつ何しに来たんだろう。
思われるよね。でスカーレットローブ自体は結構優秀なんで、まあ、術師の愛者に装備させましょう。知力プラス7とかいいね。炎に強く麻痺を防ぐ。であとなんかある。靴すげえ装備が貧弱だな。で手斧もちょっといらない。炎のロッド、あれこれってあれこれって知力は上がんないんだっけ。なんか持ってるだけでプラスになるやつとか。明治スタッフか。知力精神を飛躍的に高める。で明治スタッフか、これを装備させよう。めちゃくちゃ上がんな。一応炎のロッドも装備させておくか。 OKOKOK。 ではコンスタンツへ行きましょう。行っちゃって大丈夫だよ。で罠解除。あ、ちょっと待って待って待って、一回アビリティをかけるのはこうか。失敗。ゲッ、爆発。でコンスタンツの地図でしょ。ちょっとこれ一回外出よう。そうすればさ、もう罠大丈夫じゃない。そう、また宝箱あんだよねこれ。アラーム一重ゲット。ジャガンの魔除け、なんか怪しそうなやつだな。でここは対応したところの扉が開くというわけで、こっちの扉が開いてます。ちょ待って待って待って、敵がモード選択、モード切り替えの武器を入手しましたと。炎のロッドか。あ、そういえば水の回復魔法を覚えさせてるから炎の魔法使えねえじゃん。あれ使えるんだっけ。上がる上がる。ちょこいつはマジ邪魔だな。はい、いけ。なんかめんどくさそうなやつが出てきたな。ピュー、はやぶさ返しでも所詮サイコブラストで一層だ。これ解除しよう。エクスプロージョン大盾。こいつマジどうにかならないの。ケツやって先手を取る。倒そう。強くなってんな、やっぱり知力上がってるから。さあ、じゃあちょっともう一回これをずらして、こっち、あれ、ちょここ敵が出るんだっけ。まあしょうがない。待ってショック受けんじゃん。大丈夫か。ショックさえ受けなければどうとでもなるかな。愛者が生きてるわ。え、ちょっと動かせないんですけど。これでこっちが開いたか。罠解除。あら、1000円、やったぜ。金はマジで全然足んないかん。でもやっぱ5人いるとさ、5人分のさ防具もさ集めなきゃいけないしさ、その装備部位が多いからさ大変なんだよね、お金のやりくりが。ここは何もないっけ。あ、そうだ、これ持ってくんだ。持ってくっていうかもう消えるんだけどさ。よし、じゃあ3倍しよう。3倍にしてこっちに行って、おお、早い、わかんねえ。乱戦になった。お、いいね、返し付け覚えた。よし。おお、早く、ちょ、待てい。ハンティング。
こいつちょっと強いぞ。まあ所詮はサイコブラストの餌食だけ。まあどっかで一回時間の流れのゆっくりは北米版のやつもやってみて、なんかゆっくり進めていくのもありかな。まあ、主人公8人いるんで、ちょっといろんなプレイスタイルをやっていきましょう。で、ちょっと全部やる？上、敵、倒す。サイコブラスト。ここクリアして、下って敵だよね。水流のイベントがな、進んでくれればな、まあいろいろと。視点のイベントができて、歯ぎしり、歯ぎしり意外に鬱陶しいな。あ、でもそういえばさ、今更なんだけどさ、細剣、あ、レイピアになってるわ。で、衝突が3。え、変わんねえじゃん、あの2にしたんだけど。ついてないといけないっていうのある？いってっていうか、どっから出てきたお前。つばたき、しびれ好き。しびれなさそうな相手だよね。オートランの使い道がちょっとよくわかんないんだよな。痛い。失敗するとさ、罠が発動するから、103。あれ、ランプになるとさ、もしかしてさ、フォーメーション崩れる？ギャー、破壊された。悲しすぎる。あ、で、あと、そうか、ここ開けなきゃいけないから、左に持ってこなきゃいけないんだ。ちょ、待って。ちょ、下に行っちゃいそうなんだけど。で、コンスタンツがいて、絡まれてて、いっぱい出てくる。強すぎる。下げた方が賢明だ。いけるか。衝突剣でいこう。待って、衝突剣がそもそも2でも LP2 か。あ、 LP2 だもんね。ってことは衝突剣3使うってことはあんまり反映されてないんじゃないかな。あ、EP4 に対して EP3 か。まあいいか。ちょ、待って、いきなりアイシャが潰された。蘇らせたんですよ。うちの攻撃の要なんだ。強い。大なた166。倒せないことはないけど、ちょっと待って、回復薬が2人死んでんだけど。しかもバーバラじゃねえし。アイシャ、え、待って、アイシャさ、蘇らしてもさ、今 LP じゃなくて EP0 だよね。それまで耐えなきゃいけないの。300。やばい、これはマジで全滅するぞ。まず深呼吸しましょう。深呼吸しても無駄だよ。サイコブラスト使えねえし。だってこれサイコブラスト当てるのマストだな。ちょっとソフトリセットしよう。強すぎる。下げた方が本命だ。で、死なないことが条件。アイシャがサイコブラストを一発当てればフェイントってちょっとやろう。早めに発動してくれフェイント。スグラスが負けてるんだよ。どうだ、よし、スタンした。シフ死んだけどしょうがない。攻撃の要だけどな、シフ。これ最高だそう。
後ろは倒したか。オーケー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 、大丈夫なはず。あとは単体しかやってこない。フェイントかけよう。で、サイコロスもう一回いける。シーフは死んだままでもしょうがない。ゲー早い。何すんの？効かないかって。しかもサイコブラストがうちの生命線だな。メイス早いってか走っていくのが早い。さあ帰ろう。ありがとう。君のおかげで娘も騎士団もラファエルも救われた。私は大きな間違いを犯すところだった。名誉なきところに騎士の生きる場所はないと思っていた。だが違うのだ。騎士が生き続ける場所に名誉が生まれるのだ。死して英雄になることより生き続けて人生の重みに耐えることの方が騎士としての名誉にかなうのだ。さて我が娘コンスタンツと騎士ラファエルがその人生の重荷を二人で共に担いたいと申し出てきた。私はそれを許そうと思う。テオドール様。お父様ありがとうございます。騎士ラファエルおめでとう。コンスタンツおめでとう。さてもう一つは君だ、グレイ。君が敵との戦いで示した勇気と力、コンスタンツ救出で見せた献身、ラファエルの名誉を回復した友情、それら全てが騎士団精神をよみがえらせてくれた。この功績に応えるには名誉騎士の称号を授与する以外にないと思う。意義あるものは。意義なし、意義なし、意義なし。いらんそんなもん。ローザリア国いりません。3倍でいこう。全然3倍じゃないんだけど。これ何回拒否すればいいんだろう。結構な回数だよね。あ、辞退した。名誉より金。7000金もゲット。やったぜ。167ジュエル。金金金、騎士として恥ずかしくないのか。コンスタンツ誘拐更新。コンスタンツさらわれました。ディスティニーストーンを要求しています。フラーマが知っている、南の洞窟にいる。でコンスタンツを救出しましたということで OK で半分くらいまで来てる。左の新コードでいいんだよね多分。じゃあちょっとスキルを確認しますか。キャプテンで剣士があるということは長剣がいけるな。はい。で、シフは斧をなんとかしたいんだけど、ここには斧がない。弓もねえじゃねえかよ、ここ。じゃあクジャラート南エスタミルのパブ、怪しい仕事どうでしょうか。一杯飲んでく。来た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 。仕事やる気はないかい。ちょっとやばい仕事なんだけど。やばい仕事大好き。それじゃあそこのお客さんと話してみて。この話は大変なお方からのご依頼だ。覚悟しておけよ。わしはクジャラートのリー、ウハンジだ。実はわしの可愛い娘がさらわれたのだ。心当たりがないのか。心当たりが多すぎて一体誰が犯人だか見当がつかんのだ。エスタミルの盗賊ギルドの仕業かもしれん。タルミッタの反対派がやったのかもしれんし、あれがいなくてはわしは生きていけん。褒美は弾む。頼んだぞ。水流の神殿でクジャラート行ってタルミッタ。
でお話を聞きましょう。こいつ、マラルコは世界一大きい湖だ。そこにはクジャラートの守り神水流様が住んでおられるのだ。トゥーマン様が水流の祭りを蘇らせたぞ。若い娘を生贄に捧げるのだ。でマラルコ、これなんか書いてあるのかな。宿で休みつつ作戦を練ろう。いいね、親切だ。じゃあ宿へ。あ、そう、弓覚えておこう。いらっしゃい。クローディア、弓を3にします。はい、 OK。 で宿屋どこだっけ。こいつか。宿屋にいると確かも、お泊りですか。オールに呼ばれるんじゃないか。こっちが優先されるか。ではタルミッタの内部に入っていきましょう。でここなんかすぐ、あるあるある、地図。あれ260円だ。あれここ地図じゃなかったっけ。ちょっともう一回入り直したらあるかな。割とね、高いのこランダム性があるからね。あ、いや、てかさ、これ永遠にさ金取れない。そんなんある。マジで金の、何、マジでタルミッタこれ破産すんじゃねえ。あ、なくなった。てか地図が欲しいんだよ俺。ここの、あれここになかったっけ。もうちょっとだけ奥だっけ。割とすぐ行ったところにあったと思うんだけど、ここ地図ないとめんどくさいんだよね。あ、ノーマップになってんな。もう一回だけ。ない、消滅した。宝箱復活しねえわ。おお、見つかる。おい、ちょ待って待って待って、見つかった。邪魔するやつは切り刻む。エナジーボットじゃなくてサイコブラストか。あ、消毒圏使っちった。ちょ、早い、見回りが早いな。あ、カット24だったら、あ、でも早めさって先制取れるからな。円月になってるし。発生するし使い勝手はいいな。カットインも使い勝手いいんだけど、ちょっと見えねえよ。邪魔者は全て排除する。それがリー・ウハンジ様からのご依頼だ。三陸士、パンチ、二人しかいなくなった。いや、地図ない人無理だ。自分がマジどこにいるのかわからん。こいつは素早さが遅いから先手取れれば全然問題ないな。でこれで気づかれないんだ。どっち行く。あっち行ってた。あっち行った。みんな右回りだな。おお、うまくいけた。セーブしよう。この方をタルミッタ大使トゥーマン様と知っての狼藉か。貴様何者だ。名を名乗れ。貴様に名乗る必要などない。何を許さん。待ちなさい、私が大衆トゥーマンだ。お主たち何用があってここまで来た。さらってきた娘たちを返してもらおう。そういうようか。
ては無駄足だったな。娘たちはここにはおらぬ。本物のトゥーマン様が水流の神殿へ連れて行ったからな。貴様、何者だ？わしはトゥーマン様の影武者よ。そろそろ儀式も始まる頃だろう。影武者に用はない。その神殿はどこにあるんだ？まあ待て。お前になくてもこちらには用があるのだ。お前にはここで死んでもらおう。まあ、こいつそんなに強くなかったと思うんだけど、一応全力は出していくか。サイクラスト。ハヤブサ返し。え、全然強えわ。めちゃ強かったです。やばい、サイコブラストでも倒せないか。炎月弾453。これもう一回は来ないよね、多分。向こうもう EP ないはずだから。サイコブラスト2発放てば、イビルウィング一人死ぬかもしれない。大丈夫そうだ。ゲッツ、なんとかって感じだな。宝箱500円。トゥーマン様の影武者が化け物だったとは。おい、水流の神殿へはどう行けばいい？それはトゥーマン様も化け物に取り憑かれているかもしれんぞ。マラルコ中央の島の地から急いでくれ。よし、水流の神殿行きましょう。帰れって言われてるけどね。じゃあマラルコ、これさすがにファストトラベルはできないよね、一回行ったとしても。ほら。あ、ここでまた僕サンバリ行こう。おっ、ちょい、俺の前に立つ。で、狙い撃ちのフランシスカがちょっとなんかタダで使える技はないかな。やばい、タンクの後ろも狙ってくんな。後ろのアイシャもディフレクト。細剣は自分ディフレクトがあるからね。で、長剣は仲間ディフレクトがあるから、ちょー無理だ、ちょっと早すぎて制御できない、このマシンが。いいね、上がるね。ちょ、いけねえし、これ以上。はやっ。船はやっ。で、これこそ地図でしょ。それはさすがに地図。チップ取っちゃえばサイコブラストで全然なんとかなるんで、これは倒していこう。いや、すげえな、食らう。少し防具揃え出す。やっぱりでも一番下まで行くだけなんだよ。サクサクサクと行きましょう。だいぶ高いし、やつやつやつが早すぎる。あ、変なやつ出てきた。敵多いな、やばい。いやー、愛車やられたら終わるわ。連携してきてるし、で倒せなかったらちょっとまずいぞ。倒せねえな、こっちで逃げるのありだな。あ、初手で逃げないとあれなのか、煙玉使えないのか。ちょっとここは退却、逃げることも必要。ちょ待て、どうこのわけわかんないさばき。あ、煙玉ここにあんのか。
全然違うところを見てた。買ってみていこう。丸かじり、こいつが強いな。400とか。あれカットインは過激はないのか。うわー見てこう。やるな。いや大丈夫だ。あれダメージが全然違うんだけど、まあいい。ちょーいちょー。いやこれ結構嫌なパターンだな。あこいつはでもそんなか。払い抜け。あそうか電子戦か。まあまあまあサイコブラストが2発打てればなんてことはない。 OK。 こっち早いな。でセーブして、我らが守護神、偉大なるクジャラートの守護神、我らの祈りに応えたまえ、我らが捧げ物を受けたまえ。これ早くなってる。欲深き人間よ、お前の望みは何だ。我の力、クジャラートの栄光を取り戻す力を与えたまえ。この若い娘を捧げます。何とぞ。ではこれを与える。その指輪はお前の術の力を強める。力の使い方はお前が考える。娘をもらっていくぞ。待て貴様、何者だ。さてはウハンジの手の者だな。邪魔をさせるな、殺せ。さあここはまずはガードしかいないから、まあサイコブラストが入ってしまえば多分こっちのもの。過激あるじゃん。カットインクロスか。ほほう残ったか。やるな。役立たずどもか。お前ウハンジにいくらもらった。わしはそれ以上出す。わしのために働け。なめんな。この指輪の力、早速試してみるか。で、まあカットインでいいでしょう。でスプラッシュの円月のカットインだな。衝突拳どっちが強いんだ。カットインにしとこう。でサイコブラスト、あれ全体の技って使ってくるっけ。こいつ単体か。いくつ。180。まあまあくだな。141か。微妙だな。シフ遅いけど強いな。でスリーピートだな。で円月のバーバラもなんかちょっと、あそっか、なぜか知んないけどエナジーボルト覚えてるんだ初期から。え回復バーバラにあれを持たせるか、傷薬箱みたいなやつ。こともバーバラやっぱ切るしかないわ。カットイン、いや当たんねえし。あこれグレイ死んだ。グレイ123。じゃあ癒しの水でグレイを蘇らせよう。カットインが使えないな。ヘアブサガに回復量は4、クラニか。エナジーボルトが2、だクラニってことは1回打てるな。次ね、オーバードライブ。これ
変えられるか。あ、もうダメだ、動けねえわ。死体蹴りは全然望むところです。何回攻撃やばい。愛車は、いや愛車はやめて。よし死体蹴り5回か4回か。多分自分の魔力量だな。シフラを読み流しとこう。でもうちょっと早草で行くしかない。殴って倒すって無理か。うお攻め波動生き延びた。でちょっとこれはもう蘇らせるの最優先にしよう。一回愛者倒れるとちょっときついからな。よし攻撃は2人、感激。いややれたけど頼む。まだか、いくつあんだよ。もうこの2人は回復できねえからな。深呼吸しましょう。はやぶさの過激が出てくれればな。ちょっと先手取ってだいぶダメージを与えておきたい。シフがやられた、やばい。これは本当にやばい。はやぶさで倒せなければ終わる。いやー強え、マジか。トゥーマンまだまだ勝てないか。ありがとうございました。